はい、おはようございます。今日はね、京都伏見、桃山御陵、御厚宮に今来ています。今日はね、京都一周トレイル行こうと思うんですけど、京都一周トレイル十数年前にね、ちょっと凝った時期があって行ったことあるんですけど、当時はね、京都の伏見稲荷が出発点だったんです。でその後にね、この新しいところがいくつか、増えまして、この京都桃山から、伏見稲荷までのルート、ここはねまだ行ったことないので、今日はねこの新しいルート、まあ、新しいでももう何年も前ですけど行こうと思います。はい、それではねスタートです。以前は、まあ、その十数年前はまだね、スマホもなくて、当然 GPS 山地図アプリもなくて、京都一周トレイルはね、紙の地図でね、東部、北部、西部とね、4つかなに分かれて、紙地図で発行されて、まあこの辺に載せておきますね、私の持ってるので。それで、京都一周トレイル、指標に従って、ハイキングするコースになってるんですけども、まあそもそもね、その京都一周トレイルは観光地、まあ観光名所とを織り交ぜながら歩くコースっていうのが、まあ本来の京都一周トレイルのコースになっていましてね、ちょっと今山地図アプリになってからはちょっとね、それがだいぶ省かれているところがあるようなので、まあ、できればね、地方から来られる方は、観光名所を回りながらぜひ歩いていただきたいと思います。はい、桃山御陵の敷地の中を通っているんですけども、そういうルートになってるんですけど、すごいですね、野鳥の鳴き声、京都のこの伏見区っていうのはね、まあ、京都の区の中でも一番人口が多い区でしてね、割と工業地帯とで団地住宅地がすごい密集している中で、この桃山御陵というのはすごい自然を囲まれた公園というかね、自然に恵まれた公園になってるんですね。ここが
伏見桃山城なんですけども、この伏見桃山城いうのは武家さんのお城じゃないんですよね。レジャー施設として建てられた、昔伏見城というのがあってね、それを模して作っていろんなお城のいいところを寄せ集めてなんかデザインして作ったっていうのが、この伏見桃山城ということです。はい、これですね。昔は小さい遊園地があったんですけど、今はもう取り壊されてなくなっています。岩山展望台、970メートルかな。で、住染通り400メートル。京都一周トレイル。これ深草トレイルになってますね。はい。これね、住宅地の中をずっとこの京都一周トレイルコースは抜けるところが多いので、住宅地の四つ筋とか T 字路とかはよく見てね、行かないと指標、道しるべを見落とす時があるので、その辺をねよく注意しながら歩かないと道間違えたりしますので。大岩山に登る上り坂がなかなかの急登で、多分唯一このコースの唯一のしんどい上り坂でしょうね。ここに標識があったんでしょうけど、なくなってますね。はい、東山コース F の18番指標、ここが、大岩山展望所になります。まあ、京都市内がよく見えています。はい、大岩山山頂です。向こうに林道があるんですが、この狭い方の道ですね、狭い方の山道、登山道を降りていきます。この辺の山は大岩神社の多分敷地になってるんで、この辺には大岩神社のいろんなものがあると思うんです。なんか朽ち果ててるような神社っていう話もありますけども、鳥居も壊れてますね。ちょっと寄り道。
あれが本堂ですかね、大岩神社の。いろんなもんが倒れてしまってますね。があるわ。ここまでにしとこう。大岩山の展望台から大岩街道っていう道の方に降りていってる途中なんですけど、下ってる途中なんですけど、上に大岩神社があったんで、多分まあ本堂でしょうね、あったので、これが多分大岩神社の参道なんでしょうね。大岩街道から大岩神社へ上がる参道を今下ってるっていう感じなんだと思います。神社のそれっぽいところにまで降りてきましたね。ここは綺麗な服着せ持ってますね、狛犬。だいぶ朽ちてますけど、人の手は入ってますね。ろうそくも綺麗ですし、じゃあ住宅地はにあるこれを見落とさんようにせんとダメですね。ここで山手に入って、この草トレイル、京都らしい竹やぶなんですけど、これ綺麗に整備されてるやぶ、これこの春のタケノコに向けて綺麗にされてるんでしょうね。間引きされて整地されて、すごい手の入ったやぶですね。
州トレイルで、こっちが伏見稲荷大社なんですけど、今日は西の山と稲荷山と行こうと思うので、とルートから外れますけども、こっち側に行きます。これですね、稲荷山山頂。こんな山の中なんですけどね、外人さんの観光客の方がちらほら見られますね。すれ違っていろいろ探されているようです。唐突に三角点が出てきました。三角点タッチ。西の山、こっちも、はい、西の山です。それではね、京都一周トレイルの、桃山から稲荷までの深草トレイル、無事帰ってきました。ちょっとね、西の山と稲荷山はちょっと余分に歩いたんで、ちょっとそれは必要なかったかなと思うんですけども、結構な距離はありますね、はい。初めてのコースで、新しいね、京都の